レウスは、スペインカタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、バッシカム郡に属している。古くからワインと上流酒の重要な生産地で、フランスのワイン用ブドウを壊滅させたブドウネアブラムシの流行時には、ヨーロッパで非常に重要な場所となった。レウスの祭り名のスキンネンレウス観光は、さらに重要性を増し、コスタドラーダへ、夏季休暇や冬季休暇を過ごしにやってくる人々が群れをなす。 最近、レウス空港に格安航空会社のライアンエアーとフライビーが就航した。レウス空港からリゾート地サローや欧州最大級の遊園地ポールタバントラへ行くことが容易になった。レウスは長きにわたりカタルーニア第二の都市であった。1900年から1930年代の間にタラゴナトリエイダがレウスの人口を抜いた。 2006年のスペイン公式国勢調査によると、レウスの人口はカタルーニャでは9番目で、スペイン国内では59位となる。レウスの最初の旗は、1774年から1943年まで使用された。暗積色の地に、死の紋章が中央に描かれたものだった。1943年、旗は、 その色彩がスペイン内戦で敗退した左翼寄りに見えるとして新しいものに変えられた。歴史ある都市の紋章はバラの紋章のある記事となり、新たな旗は白地で中央にバラの紋章を描いたものとなった。1943年以後、旗の小さな改善がバラの部分に対して行われた。現在のバラは新たなバージョンであり、死の表彰から採用されたものである。 その表彰自体が公式な地位を持つ。これはおそらく市議会の認証なしに加えたものである。建築家、アントニー・ガウディは、レウスで生まれた。1996年7月20日、バスク祖国と自由が、レウス空港に仕掛けた爆弾が破裂し、イギリス人観光客を中心として53人が、負傷した。さらに爆弾は、カンブリスとサローで爆発した。ありがとうございます。